なんだか最近すんげえイライラするな。体が重だるいわで。やる気出ねえな。あ、よくよくカレンダー見てみりゃ、こりゃいつものか。仕方ないにしてもテンション下がんだよな。こういう時は、体しっかり動かしたり、気分転換すると良くなること多いんだよな。よし。明日2年に声かけてみるか。なあ、誰か起きてるか？ん？ツナ？お、どっちも起きてんのか。今日ってどっちか暇か？ちょっと付き合ってほしいんだけどよ。俺これから任務入ってんだわ。悪いな。そうなのか。しかも珍しくサトルとユージと一緒。どんまい。スジコ、そう言ってくれるだけで頑張れるぜ。つか珍しい組み合わせだな。俺もよくわかんねんだけど、なんかサトルに思惑でもあるんじゃねえの？ツナマヨ、裏でしすぎて怪しいレベルじゃねえもんな。トゲは何かあるか？おかか。トゲは空いてんのか？ちょっと買い物とかしようぜ。ブラブラしたいんだわ。シャケシャケ。俺も買い物行きたかったな。俺の大好きなサイトで最新パンダグッズ店頭販売って書いてあったのによ。パンダグッズなんて集めてんのかよ。そりゃあな、なかなかいいぞ。癒しになる。ふーん、癒しか。見てみてもいいかもな。じゃあな、気をつけろよ。サンキュー。じゃあトゲ、十時に肛門な。鮭、明太子。おう、サンキューな。ツナツナ。そうだな。とりあえずバッティングセンター行こうぜ。鮭。ああ、調子出ねえな。昆布。はあ、トゲだから言うけど、実は今生理になっちまったんだよ。昨日から結構症状出てたんだけど、イライラするし体動かそうと思って来てみたんだわ。でも結局うまくできねえから余計にイライラしちまった。ツナマヨ。確かに多分ずっとイライラしっぱなしかもしれねえしな。悪いな、連れてきたのに。鮭。こんなところでいいのか？ツナマヨ。本当に悪いな、個人の都合に近いもんに付き合わせてよ。おかか、スジコ。そうなんだよな、毎月やってくるわ。些細なことにイライラしちまうわ。私はまだいいけど、舞なんかはひどい時寝てないと耐えられないって言ってずっと部屋にこもってた気がするな。昆布。こうして話してくれるだけでも十分だ。おう、なんだったらパンダの言ってたパンダグッズ一緒に見に行ってくれよ。癒されるらしいし、イライラしてる今にぴったりだろ。ツナマヨ。シャケシャケ。いつも結構早足で進むのに歩調合わせてくれてんのか。小さいことだけど助かる気遣い、さすがトゲだな。生理について詳しくないけどひどいって聞くから、なるべくいろいろ気をつけよう。なんかパンダの羅列が凄まじいな。スジコ。どれか一体くらい受害だって言われてもおかしくない量だよな。シャケ、ツナマヨ。確かに気になるな。うわぁ、このパンダのぬいぐるみ触り心地は最高だな。パンダが欲しがるのがわかる気がする。ツナマヨ。お？悪いだろ、金なら持ってるし困ってねえよ。シャケ。やべな、メンタル弱ってる時にこれは普通に惚れるわ。シャケシャケ、ツナマヨ、昆布。それ名案だな。こっそり買ってサプライズにしてやろうぜ。ああ、かなり痛みひどくなってきたな。しかも今回結構痛み強い月か。歩くのもちょっとしんどいな。でもあとは帰るだけだし、
我慢するか。昆布？まあまあ、毎月こんなもんだから気にすんなよ。さあ、とっとと帰ろうぜ。うん。岡か。お？こんな道中でどうしたんだよ。何か欲しいもんでもあったか？昆布、昆布。マジか。だいぶ我慢できると思ってたんだけどな。おかか。わかったよ。そこの公園のベンチ座らせてもらうわ。鮭。歩くのもやっとだったの気づかれてたのか。なんか生理なのも重なって情緒不安定になっちまうな。ツナ、ツナ。う、気遣いのプロだな。シャケシャケ。本当に助かったわ。ちょっと休めばよくなると思うからよ。ツナマヨ。いいな、ゆっくりおしゃべりしようぜ。シャケ、明太子。女子じゃねえのに女子会って言うんじゃねえよ。おかか。マジかよ、今度野原も呼んでやるか。シャケ。五条とかも参戦してきそうだよな。おかか。トゲが言っても説得力がねえんだよな。昆布。そうだな。まあ五条が来た時は五条をディスる会を目の前でやろう。シャケ。パンダとかも参加しそうだよな。シャケ。パンダはいいのかよ。明太子。まあ私もだけどな。もし行ってきたら考えてやるか。はあ、なんかだいぶ落ち着いてきたわ。昆布？本当本当。でもさっきみたいにゆっくり歩いてくれると助かる。明太子。すげえ優しいんだよな。言ってることはおにぎりの具だけど、心配してくれてんのもわかるから余計に嬉しくなるわ。明太子。おお、ホットミルクのおかげでな。でも帰ったら薬飲むわ。シャケシャケ。部屋の前までありがとな。ツナマヨ。ホットミルク飲むと落ち着くんだな。初めて知った。知ってて渡してくれたのか。ほんとすげえな。今度女子会でもセッティングしてやるか。野原と、あと女子って言ったら京都校とか。LINE 来てんの。俺の部屋の前に狙ってたパンダあったんだけど、トゲとマキ買ってきてくれたのか。シャケ。そうそう、つか帰ってきてたんだな。ついさっきな。テンション上がっちまうな。ありがとよ。明太子。一緒に買い物行けなかったからな。任務だから仕方ないよ。いい気晴らしになったか？ああ、すげえいい気分転換だったわ。トゲと女子会したんだよな。シャケシャケ。なんだよそれ。俺も入れて欲しかったな。優しさを身につけてからの参加だ。なんだそりゃ。ツナマヨ。十分俺も優しいと思うけどな。女子への気遣いができないやつはお断りで。こんなに優しいやつ捕まえて何言ってんだよ。優しいはトゲみたいなやつを言うんだよ。シャケ。すげえ仲良くなってんな。当然女子会した仲だからね。ツナマヨ。私よな。その日からパンダがすげえ真摯な対応をし始めたもんだから、トゲとどんだけ女子会したいんだよってめっちゃ笑った。五条にも喋ったらしくて、案の定女子会参加の条件とか聞いてきたけど、とりあえず性別から変えてこいって突っぱねといた。いやでもほんと毎月しんどいけど、あんな風に楽しく過ごせる生理ならまだマシだな。次はパンダも一緒に女子会してやろうかなって考えてんだ。まだパンダには内緒だけどな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。
他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。